皆さんこんにちは、あやです。今日なんだけどもさ、何度も言うよ、夏だよ。私その最近お腹周りにね力を入れてるんですけども、はい、いろんなことをやってきました。夏に向けて糖質制限やら、いろんなダイエットやら、腸内環境を整えるクレンズやら、いろいろやったんですけども、そういったものってすぐに効果が出るわけじゃないんですよ。やっぱり継続は力なりじゃないんですけども、今回はサクッとラインが綺麗に作れると噂のエステの力に頼ってみようと思いまして、とある場所に今からお邪魔させていただきます。明日には水着を着なくちゃいけない、明後日プールとか海に行くんだとか、急な露出ごとにすぐに対応できるんじゃないかっていうね。なわけで今回も体を張ってボディラインが出るのか、くびれは果たしてそんな一瞬でできるのか、エステとはそんなにすごいものなのかを見ていこうと思うよ。ってなわけでレッツラゴー。今回お邪魔させていただくのは自分でエステさん渋谷モディ店ですね。こんな感じで、あ、ね、内装がねとりあえず可愛い、きらびやかすぎて白飛びがすごい。はい、というわけで本日よろしくお願いいたします。まあ、悩んでるところっていうのが、まあ、お腹、はい、どのマシーンが一番いいですかね。金子さんに使っていただく、はい、このセルゼロっていうマシーンなんですけども、うん、あのクリニックとかにも置いてあるマシーンでして、うん、まあ、普通にやると1回7万円ぐらいするマシーンになってるんですよ。それが一応使い放題になっております、はい。やば。え、でここって、さっき伺ったあれだと確か最低の月額が5980円とかですよね、はい、1回7万円近くするマシンが毎日買い放題になってます。上がり取れます？大丈夫ですか？大丈夫です。上がります大丈夫ですか？はい、すっげー、そりゃすっげーや。あとは他にも、はい、まあ、キャビテーションだったりラジオ波、うん、あとはセルライト吸引とかありますか？あるあるある。はい、あとはセルライト吸引っていった機械も上北東道の機械についてますので、うんうん、まあ、それを使い放題という形になっております。1回につき1つのマシンとかなんですかね？そうです、あの部屋のご移動ができないんですけども、うんうん、例えばこれって決めていただいたら、これでお顔からお体まで全てができるような形なので、はい、まあ、マシンを選ぶのはどこの部位を当てるかによって皆様マシンを選んでいただくような形となっております。もっと詳しく知りたい方はね、概要欄の方にまあ、いろんな料金プランだったりマシーンの詳細などがね載ったホームページの URL など貼っておくので、気になる方はぜひ飛んで見てみてください。早速ね、部屋の方に、案内していただいて、私も自分でエステの施術を体験してみようと思います。お願いいたします。お願いします。行ってまいる。でこちらが本日私が使わせていただくお部屋になってます。すごいすごいね、はい、これすげえおしゃれや。これがさっき言ってたクリニックにも置いてあるマシンですよね、はい、セルゼロさん、最新のセルゼロっていうマシンです。なるほど。で多分自分でやるって伺ったんですけど、はい、使い方がいまいちわからないんですけど、そういった場合はちゃんと説明していただけたりするんですか？はい、スタッフの方が説明させていただきますので、はい、ご用意できたら読んでいただければと思います。承知いたしました、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ準備します、はい。というわけで着替え終わりましたが、実はこれなんですよ、今の私のお腹の現状がこちらです。ダドン。なんでかな、くびれがどんどんなくなってきましたなんでかな、大丈夫ですか？これ今ビフォー思いっきり出してるんでアフター変わりなかったらやばいですよ。大丈夫ですか？大丈夫です、やってみましょう。いいですね、はい、いいんです。だから呼んだんですね、はい、いいんですね。お願いします。というわけでボディラインのビフォーアフターを楽しみにやっていこうと思います。早速施術していこう。じゃあ設定していきます。はい、お願いいたします。パワーを長押しするとマシン全体の電源がちょっとかっこいいマシンになってます。タッチパネル式になってますので、こちら設定がしやすいマシンなんですけど、すごい RF っていうのは、はい、RF っていうのがラジオ波っていう、はい、熱によっては脂肪細胞を溶かしてくれるようなマシンです。ウルトラっていうのは、ウルトラっていうのがキャビテーションとラジオ波が普通別々なんですけど、うん、一緒にできるので、まあ、時間短縮にできる機械になってます。吸引はセルライトですよね。はい、吸ってくれる。でこのサーマナイフって何ですかね？サーマナイフがこれはお顔に使っていただくんですけど、まあ、リフトアップはもちろんシミそばかすニキビ跡に効くマシンだったり、クリニックとかでやると、まあ、1回300ショットで8万8000円ぐらいする、マシンになってます、うん、顔に当てる時とか、はい、まあ、体に当てるのも、まあ、こんな感じで当てていけばいいんですよっていうのも教えてちゃんといただけるんですよね。はい、もちろんです。 ありがとうございます。はい、出していただきまして、だいたい2プッシュほど、だいたい2プッシュ、だいたい2プッシュだそうです、はい、お
全体、はい、右側だけで大丈夫なので、おへその周りとまずは腰の方までしっかり塗ってください。はい、白い部分がなくなる程度しっかり全体的に広げていただくと、ま、大丈夫。はい、というわけでスタート。はい、おピリピリチリチリチリという最初おへその周りからおへそを囲むように当てていただきます。はい、1センチ沈むぐらいちょっと圧かけていただきまして、はい、スピードはそのぐらいゆっくりめで大丈夫です。気持ちあったかいです。あったかくなってきました。ありがとうございます。はい、最初おへその周り温めることで腸が活性化して便秘の解消だったり全体の代謝が上がるので、まずはおへその周りから温めていきます。くる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 と腰の方までゆっくり当てていただきます。早いとその超音波と熱が奥まで届かないので今みたいにゆっくり当てていただくような形ですね。途中経過でこんな感じです。どう？わかる？このグインってなってるの、わかる？このなんか、ね、気持ちこっちの方がねグインってなってるのよ。わかるかな？わかってほしいな。でなんかね結構その赤みがほらわかる、その赤くなってるのわかるかな、赤くなってるんですけども、これがその脂肪が燃えたサインらしくて、ほらこっちの何にもやってない左と比べるとすごいのわかる。てなわけでね、残りの15分間左も頑張ってやっていこうと思います。はい、てなわけで片方ずつ15分15分で30分の自分でエステの施術を終えたところでございますが、先ほどねビフォーを撮ったんですけども、アフターがこちらになります。はい、アフターがこちらになります。どうでしょう、ちょっと照明の当たり方があれですけど、もうアフターこちら。はい、さっきよりもうねくびれができてんじゃない。はい、エステの速効性ってのはすごいんだね。はい、でね全部の施術が終わったんですけども、やってみて思ったこと、さっきのビフォーアフターの通り速効性はすごく感じたし、あと何よりねこのエステって人にやってもらうと気持ちいいが先行するのね。多分あー気持ちいいなーとか、あーうとうとすごいこんなんで綺麗になれるならみたいな、だからそのあまり苦労を感じないのよ、極楽みたいな、それが売りでもあると思うんだけど、今回これをね自分でマシンを動かしてこう痩せろ痩せろくびれろくびれろってやると、ちょっとねそのラジオ波のあったかさとかもあって、あの汗かくぐらいで、あのこんな少しちょっと疲れちゃうんですけども、やっぱりこの疲労感があることによって逆にもう他の部位の体を使えてるからダイエットできるんじゃないか。このさタンクトップに書いてある自分でエステビューティージムって書いてあるのよ、まさにその通りや。このキャッチコピー作ったやつは天才だと思う。でさっき相田さんにもお話を伺ったんですけど、施術した後、まあ、2時間ぐらいは食事をしないでくださいっていうことで、まあ、できるだけね2時間はやり終わってから2時間は食事をちょっと我慢していただく方が、まあ、より効果を実感しやすいとのことです。はい、てなわけでね本当に相田さん本日ありがとうございました。何から何まで教えていただき、そしてくびれまで、はい、ありがとうございます。出来上がりました、おかげさまさまで、ありがとうございます。はい、今回私は自分でエステさんの渋谷モディ店にお邪魔させていただいたんですけども、また今回この自分でエステさんが年内に3店舗増えるみたいで、北千住店、柏店、神戸店の3店舗がオープンすることになるそうです。おめでとうございます。ありがとうございます。本当あの近くに住んでる人たちおめでとう。よかったね、行けるよ、通えるよ。来年にはねまた3店舗増えるみたいで、その3店舗っていうのが、広島店、銀座エリア店で梅田店だそうです。おめでとうございます。でもう全国で通えるね。てなわけでね、もう続々と店舗数も増えているので、ぜひ皆さん、ホームページの方からね、自分が通いやすいところにある店舗を探して興味を持った方は行ってみてください。まあ、詳しい料金システムだったりコースの方もサイトの方に詳しく載ってると思うので、そちらも確認ください。てなわけでこの動画が良かったなって思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。じゃあねー。